株式会社アサヒはサイクルベースアサヒの名称で自転車専門店を展開する製造小売業者である。関東圏、関西圏、中部圏を中心にチェーン展開。現在、北海道、東北地方、中四国地方、九州地方にも店舗を展開をしている。代表取締役社長は下田義文。全 取締役社長の下田進は三人兄弟の三、なんで、もともとは、ロードレースチーム、ミネルバレーシングチームを持つほどのプロショップを経営していた。創業当時は、株式会社アサヒガングという社名だった。ママレンジで知られたアサヒガングとは、無関係。また、大阪府堺市に本社があるアサヒサイクルとは、名前が似ているが、資本関係等は、無関係。 ただし、アサヒサイクルの自転車完成品やパーツとの小取引は行われている。チェーン店化を進め、自転車店としては日本最大となった。E コマース事業にも力を入れており、インターネット通販店舗は日本の自転車専門店としては最大級であり、豊富なパーツを取り扱うネット販売も行っている。ネットで注文した自転車を店舗で受け取ることができる。 サービスをいち早く開始した。購入後のメンテナンスとして、低価格で主要項目の簡易点検を行う、産休点検390円税や、盗難保証や定期点検、修理代金の割引が行えるサイクルメイトなどがある。購入後の来店を促すことで、継続した顧客の獲得にも成功している。一方で、サイクルベース朝日のウェブサイトでは自転車本体や、 パーツの販売だけでなく、自転車メンテナンスやカスタマイズの方法も詳細に紹介している。会社を急成長させた理由として、収益力に優れたプライベートブランド商品の開発が挙げられる。PB 商品の割合は全体の50%と、他の小売業に比べかなり高い。いわゆる製造小売業であり、ユニクロ、ニトリと合わせ不強化の高収益企業として、 取り上げられることが多い一般的に製造小売企業は OEM で他社に商品開発を委託していることが多いが、朝日の PB の多くは商品企画から開発、製造、品質管理まで自社で行っている。リーマンショックによる不況の中で利益を伸ばしている企業として多くのビジネス誌で取り上げられている。2009年9月にはフォーブスに アジアの注目中小企業200として選出された。自転車ロードレース選手の萩原真由子は、大学を卒業した2009年に入社し、2013年に、イギリスのプロチームに加入するまで社員として在籍した。その間、業務の傍ら、朝日レーシング所属の選手として、競技活動を続け、全日本自転車競技選手権大会個人、 タイムトライアルで4回、ロードレースで3回優勝を成し遂げるなどの実績を残している。サイクルベース朝日、さわらこたべ店。ありがとうございます。